屋内アスレチック施設ドンデミ平和島に遊びに来ました。ドンデミとは、さまざまな遊び方のできるトランポリンや誰でも気軽に楽しめるクライミングウォールなど、体感型の遊びを世界中から集めた次世代の屋内アスレチック施設。子供から大人までファミリーやグループみんなで思いっきり体を動かして遊ぶことができます。今日はここでいろんな対決をしていこうと思います。戦うのはナジャブ&ナジャミーペア VS モジャブ様。みんな準備 OK？約200坪のトランポリンエリアには様々なゾーンが設けられており、トランポリンの楽しさを最大限に体感できます。トランポリン上でドッジボールやバレーボールを楽しめるゾーンもあり、親子や仲間内で飛ぶことで気分も体も上がります。それじゃあ奥まで行ってみましょう。え、何？ああ、怪我なく遊ぶためには準備運動ですよね。ですね。まずはどれで遊びましょうか。あー、大ジャンプしてボールを出すやつですね。あ、これでナダルとモジャブ様で対決ですか。わかりました。一つ目の対決は身体能力見極めバトル。私がジャンプピットに挑戦してボールに見事タッチできるかを当てるといった対決です。私が成功するかしないか、どんな？ナジャブとナジャミは成功する、そしてモジャブ様は失敗する。私あんまり自信が、あ、ちょっと痛い、あった、すごい。子供から大人まで、家族で、グループで、ワイワイ盛り上がってパーティー気分。最新デジタル技術を使用したデジタルスポーツアクティビティも楽しめます。続いての対決は、人間タワーバトル。こちらは、撮影した自分自身をブロックにして積み上げ、タワー作りをするアクティビティです。交代交代で積み上げて、崩した方が負けになります。
対決はスリングアドベンチャー。こちらはスクリーンに映った宝石にボールを命中させて宝石を集めるアクティビティです。スタート。あーっ、大人の方からお子様まで安全に楽しめる新感覚エア障害アスレチックコース。全長 40.7 メートルのコース内にはエアーでできた障害物が設置されており、障害物をよじ登ったり、くぐったり、飛び越えたり、なぎ倒したりと様々な方法でゴールを目指します。それでは早速挑戦していただきましょうと言いたいところなんですが、見ての通りナジャブたちにはちょっと難しそうなので、強力な助っ人をお呼びしました。はい、当店のスタッフのタイプ総裁の時間とさせていただきます。頑張るぞ。ちなみにこのエアーランの平均どれくらいの秒数なんですか？お客様は平均すると大体21秒ぐらいで走られます。はい、2人ってどれくらいの速さだったりするんですか？2人とも15秒くらい。15秒、2人とも15秒、はい、同じぐらいで。じゃあこれはちょっと熱い戦いがちょっと期待できるんじゃないですか？それでは早速お二人に撮っていただきましょう。スタートボタンはアジャミが担当いたします。キックについて、よーい、スタート。お子様でも気軽にクライミングが楽しめるウォールを難易度の異なる14種類19コース設置。最大のウォールの高さは約10メートル。普段体験したことのない高さのクライミングにチャレンジできます。引き続きお二人にご参加していただきます。ここでの対決はタイムアタックバトル。お二人にはこのウォールのどれかに挑戦していただき、登り切るまでの時間で対決していただきます。果たしてどのボールに挑戦するかは相手チームに選んでいただきます。まずはナジャブ&ナジャミーチームに選んでいただきましょう。タイさんに登ってもらうのどれにしようか。お、あ、これ四
スパゲッティジャンクション、いいね。あ、でもこれステップ1と2があるけどどうする？2と色はどうする？あ、みんな青だから青、いいね。じゃあ青でいこう。それでは挑戦していただきましょう。よーい、スタート。早かったですね。いや、ここで肝心の気になるタイム見てみましょう。今のタイム11秒56でした。早いね。早かったね。あっという間だった。もじゃさま、もじゃさま、次はさやさんにどれやってもらえますか？はいはい、なるほど。さやさんの差し支えなければ、どれが一番苦手ですか？苦手なの？はい。王みたいに使った。あ、じゃあ、これでやってもらいましょう。それでは、さやさんに挑戦していただきましょう。よーい、スタート。先ほどの11秒56を超えられたかどうか、さやさんの今の記録は9秒56でした。すごい。さやさんめちゃめちゃ早かったですね。これで全ての対決が終了しました。気になる結果は、やってなかったですもんね。お二人が登ってるとこ見たいですよね。じゃあ二人にやってもらいましょうか。これが本当に最後の勝負です。それでは行きましょう。よーい、スタート。それでは気になる結果は、え、何ですか？そうですよね、みんな頑張ったから、そんな勝ち負けとかじゃないですよね。さあ、本日のなんじゃ TV はここまで。ここまで。ナジャブ、ナジャミ、モジャブ、とんでみ楽しかったですか？ありがとうございます。それでは最後はナンジャラ、そしてモジャのポーズでお別れしましょう。せーの、ナンジャラ、そしてモジャ。